2004年3月に大島マラソンに参加しました。岡田港を過ぎて、島の東側に出ます。左手に海が見えてきます。10キロ地点に到着です。この辺りからずっと坂が続きます。ここで食べた青のりのお汁美味しかったです。大島公園の坂、一番の難所です。難所を過ぎた後はしばらく登ってはフラット、登ってはフラットがずっと続きます。土石流の跡みたいですね。結構標高が高くなってきました。やっと20キロ付近です。ここは最高地点のようですね。雲で下がよく見えない。最高点を過ぎたらやっと下りです。長いダウンヒルがしばらく続きます。まだ続きます。25キロ付近の大滝橋へ移動ステーションです。ウイスが鳴いてます。下り切ると筆島が見えてきます。だいたいこの辺りです。その後またしばらく登りがあって、一息ついたところに羽生港があります。ここナイドステーションのコロッケ、絶品でした。やっと30キロ地点です。また上り坂です。途中土石流の影響で通れなくなっているところがありました。やっと35キロに到着です。バームクーヘンみたいな地層なんですけど、ここの坂がまた長い。なんとこのあと高低差 100m の上り坂があります。もうとても走れません。やっと下り坂です。40キロ超えてもう一発坂があります。やりました。ラスト1キロです。って言ってゴールシーン撮るの忘れました。